冷やし中華食べたい人、はい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 、冷やし中華食べたい人、はい、うまく食べるか冷やし中華夏県ですね、ということで冷やし中華作っていきます。冷やし中華、最近フライパン買ったんだよなあった冷やし中華作ります、はい、まずさらに今回は、はい、ただの冷やし中華じゃありませんよ、はい、この間やったの、もち麦うどん、はい、ダイエットにすごく良いです、はい、ダイエットにすごく良いこのもち麦うどんで作ります、はい、めちゃくちゃ美味しかったということで、はい、いろいろ切るわけですね、切る係はピャタ君に、はい、キャタピラ君に任せます。キャタピラ君に任せます、はい、キャタピラ君、そこのミニトマトを半分に切ってください、はい、OK です。初めて言われたかもしれない。キャタピラ君ね、キャタピラ君ね、キュウリを何やお前、おい卵いるえ？いる。卵割るえ。混ぜるえ。焼くえ。割るえ。お前ムカつくえ。ピョン。ピョン。よかったかな。錦糸卵っちゅうのかな。うん、あれを作りたいと思います。はい。思いますえ。天竜人ってね、実は佐賀の人じゃん。佐賀？うん、そう、佐賀弁があんな喋り方するやろうか、なんとかええ。なんとかすげえですね。いいですね、確かに。あれ、佐賀人じゃん。モデルになってたんですね。天竜人。でも熊本からかなんかやったっすね。小田一郎さん。うん、あ、本当にそうかもしれない。ワッチャンあるかもね、なんとかええって言うけどね。うん、いきますよ、錦糸卵。はい。熊本の人なんだ。熊本の人か、分からんすけど、熊本の大学、東海大学に行きそうなんだ、すごかえ友達に佐賀の人がいたのかもしれないですね。じゃあ、もち麦うどんも7分茹でる、はい、雨宮のネタ面白いな、うん、じゃあ、もち麦うどんですね、入れていきます、はい、これがね、本当に冷やし中華にあったのよ、この間、うん、ダイエット食をね、なんか考え抜いて、どうやったらダイエットできて、うん、美味しく食べれるかなって考え抜いた結果ね、冷やし中華始めました。あれが良かったわけですね。はい、きゅうり細切りしました、はい、そしてこちらでやってます。錦糸卵作ってます。巨人島のあの王様はジャモン。ネプチューン王は。ネプチューン王。そうジャモン。あらスタートしとらんやったい。その時にゾリが出たんですよね。ゾリ。ゾリ出たの。ゾリは。ドルノはゾリっていう。ゾリっていう。俺がドルノはゾリ。はい、誰が言ったとそれ。ゾリはあのその魚人島のところで、うん、あのネプチューンが言うんだ、ゾリって、はい、ゾロのことをあいつ何だったっけな、ゾリゾリ、ゾロだよ。よいしょ、はいはい、からしも欲しい、ね、あ、からしもですね、はい、あと卵、錦糸卵です、はい、お錦糸卵ってそうやって焼いて細く切るだけなんですか？うん、へぇ、でもそうやった、そうでもね、焼きがね、足りんやったえ。薄く出してほら、ちょっとトクちゃん、笑いすぎやなかそんなにってちょっと思ってペローンってね、おお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 おじゃん、液体錦糸卵、5時間練習したですね。よし、
これあんまり触らんがよかったデロデロやけあのシュルやったやつね半分シュルマンやったもうちょっとやかんばあのフライパンね、IH あんま効かんああなるほどほとんど温まらん眠くて今日眠かいですね、今日はね、外作業したけんやろうね、うん、太陽に当たると目が赤くなるっていいですもんね、ビタミン E がどうじゃいこうじゃいよあまあ、作用しよるっていうことですね、いや、うつ病の人、うつ病ってさあなんかそれ聞いたことあるメンタルが弱いからどうのこうのって言われてるけど違くて、家の中にずっとおったらビタミン E がどうのこうのセロトニンがどうのこうのって俺も聞いたことある太陽の光がビタミン E がどうのこうの、うん、あなるほどね、うん、アビンとそしたら病院とか行くよりも一日日向におった方がよかったですねそう、うん、なんか本当日の光に当たらんとなんか眠気が来ないとか、ね、そうとか携帯の光ばっか見よったら眠くならないとかそれさえは冷やし中華って冷えとくか今冷やし中華が冷えとくかどうか問題に直面しとった温中華になる温中華になってしまうけど危うく冷やし中華冷やしましたはいありがとうございます、はい、盛り付けごめんなさい盛り付けましたこれはもうもち麦ですね、うん、美味しいですよ美味しいというかダイエットに安いですね、はいじゃあ、きゅうりじゃあ見て、俺のこのほら、でもほら、うん、はい、綺麗ですほら綺麗に、折りたたんで、お汁のところの、ね、綺麗に美味しそうやろ、ほらきゅうり半生の錦糸卵ってなかなか見らんよでも美味しかでしょ ね半熟錦糸卵よ、これ絶対美味しかよ彼氏じゃあいる人ここにベロってつけとっけ、はい、ここから取ってんの彼氏大丈夫です旗はいっぱいいりますこの多いの俺にしてもらって、はい、ありがとうよしまるんてなかばいまるほらまる向こう完成しました、はい、あー疲れる疲れるダメダメこちらでーすいや中華じゃあいただきますなんでこっち来たまる、あ、半熟卵のもち麦の冷やし中華です美味しいかないただきますはいまるの頭だけが映っとります後頭部おいしいおいしい、うん、半熟なんか新鮮だな半熟初めて食ったね空気新鮮な、うん、おいしいうんもうまるに乗っ取られたねうんまるダメてつゆがね、うん、ちょっと薄かったけんね4倍をちょっと入れてみます、うん、でもこういうのってやっぱりマヨネーズ合うな合うね、うん、うんちょっと少なめにしたけど合うやろ、うん、もうちょいしてよかったなうんうんうまいうまい、うん、おいしいあら、ダイエットにいいのかな、うん、分からないけどでも普通に作るよりは絶対いいですよね、うん、やっぱ乳製品がね、うん、マヨネーズは意外にうんうんということではいダイエットにも良い、うん、夏にぴったし、はい、冷やし中華でしたはいはいおいしたありがとうございました辛いそして4倍を入れるご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、し。はい。